日本 FX です。本日はレバレッジについて解説をいたします。レバレッジとは、テコの原理のことで、小さな力で大きなものを動かすことを言います。FX では、小さな自己資金で大きな投資をすることを言います。レバレッジは FX が最大25倍です。例えば、10万円を預けた場合、最大250万円の大きな取引ができます。例えばですが、ドルを1ロット購入したとして、100円だった円が101円になり、1円上がったとします。これで1万円のプラスです。例えば、先ほどのレバレッジを使って25倍の投資をした場合、100万円の自己資金で大丈夫なんですが、その場合はですね、25倍になりますので、1万円だった利益が25倍の25万円になります。このように小さな金額で大きな取引ができ、大きな利益を狙えるのが FX のレバレッジです。ただ、レバレッジを高くすると、その分、損失するリスクも高くなりますので、FX の初心者の方は特に気をつけていただいて、最初は1倍から3倍程度の低レバレッジで取引をして、慣れたらレバレッジを上げることをお勧めいたします。本日は。